T 先輩です。ノクタン。いい子だよ、ノクタン。前回はここに逃げ込んだというのが実のところです。いいところにセーブがあって助かったよね。さてこの礼拝塔。おそらく厄介な敵はこのブラッディソードです。動きが早いからね。その上に初じゃないと倒せないし。なのにカード持ちというのが。マラソンが必要になるね。今から若干憂鬱です。セーブ前の今のところでやろうと思ったのですが、若干効率悪いかな、で、どうやらいっぱい出てくるみたいですし、次のセーブまで進むのも良さそうですね。そうね、その途中で出てくれればラッキーだし。私としてはそれを願いたい。バックステップの代わりにタックルとか、とっさに出せないなぁ。攻撃ボタンを押してから鞭が出るまで一泊あるので、素早い敵はやりにくいな。本当にいっぱい出てくるね。あえて言わせてもらうと、マジ勘弁です。隠し部屋発見はいいのですが、つまりこれって敵復活ってことでもあるんですよね。そうか。とんでもないな。現代集合。私の血でもっと赤くなるつもりか。ちょっと進むだけでもうこんなに減ってしまった。早くもセーブが欲しいね。こんなことやってたら全然進めないぞ。どっちも広そうだな。一本じゃ辛いねー。ちょ、お姉さん方が来ちゃったけど。ここでも出てくるんだ、マリオネット。その声も健在で、昔より少し怖くなってる。お、この部屋は悪くないか。マラソン。できればライフを回復したかったけど、まあ場所としては悪くない。早速装備は出たね。防御アップか。そうだな、イントはこの際いらない気もするし。こっちでいいか。そうだね、その方がいいと思うよ。確率はそんなに低くないのか。ボロボロ落とします。そうなんだね。そしてやっぱりこのままだと危険と判断して、次のセーブを優先することにしました。たどり着けるかしら。それが恐怖です。ちょっと待ってくれー。終わった。そろそろ本気でヤバいぞ。近くにセーブがないとピチュルね。おピチュですよ。やったー。なんて運がいいの。ここはマラソンに最適かも。え？ちょ、攻撃できない。ああ、呪われたのね。カースは一切の攻撃を禁じられるか。マリオネットには気をつけないとな。もう8分もやってるんだ。こん
な感じでスムーズに倒せないことも多いですからね。あ、出た。ようやくです。まずか。火星を意味するし、炎系かな。変化だって。そうか、単純な炎はサラマンダがいたな。おお、炎の剣？変化ってそういう意味か。無知から剣になるんですね。そういえばそんなのあった気がしますよ。美しいバラの剣。ハンマー。地面が揺れましたね。全体攻撃なのかな。どこまで離れてる敵に有効でしょう。トンファー。月下ではネタ武器に近かったのに。おお。なんか全部かっこいいぞ。毒の爪だって。え？これはかっこ悪くない？ちょっと出した。居合だったの。そう固めないと意味ないんだ。これで最大。うお？すごいリーチ。威力も高いのでしょうね。これ以上はさすがにないのかな。でもそんなに溜めてられないよね。そうなんですよね。そこがネックです。また箱か。そろそろこれもどうにかしたいな。いろんなところにあったもんね。邪魔しすぎです。雰囲気変わったぞ。この中でもトンファーは良さそう。石化効果もあるしね。ああ、やっぱり倒さないと石にならないか。確率じゃなくて。そこから必ず一撃でしたから、多分 HP を削ると石になるんじゃないかな。今度は氷人間。しかもカード持ちですね。これはただの背景かな。触れるわけでも乗れるわけでもない。無知でゴーンとかもできないのね。ちょっと期待しちゃったな。まあクロスがあるのでだいぶ楽です。もう手放せないんだ。はいはい。間違えて他の音やないようにね。まあ万が一取ってもすぐ取り戻せますし大丈夫ですよ。なんか振りにしか聞こえなくて。そんな伏線は回収したくないですね。うお、何匹出てくるの。ハートがなくなりそう。どこかで補充した方がいいかも。まあサブウェポンだけの縛りプレイとかじゃないし、あえて集めまくることはできればしたくないかな。ふーん。お、またこれか。でもここなら普通に届きそう。邪魔になるけどね。無理やりいけた。ここはさすがに無理か。あ、もう。こういうのは下に落としておいた方がいいな。あ。どうしました？まあさすがに気づくよね。なんでもないよ。そうですか。まあ普通に無知の方がいいかな。2回当てると倒してしまうので、こうなると厄介なんです。ねえ。気づいてないよねこれ。どうしよう。教えてあげればよかったかな。でも、もう遅いよね。さっきからブツブツどうしたんです？なんでもないよ。そうですか。難しいな。ここは落ち着いて。一つ一つ上がっていくことです。やったー。おめでとう。ど
どうしたんですか、ジーコさん。さっきから神妙な面持ちで。なんでもないから。ただ、なんかごめんね。いや、謝られたし。何かしたんですか。いや、したというかしなかったというか。まあとにかくごめん。別にいいですけども。適当に進んでるけど大丈夫かな。こういう位置のサブに気をつけないと。間違って取ると下に落としたりするし。そうね。未だにめっちゃ硬いな。結構攻撃力は上がってきてると思うんだけど。ダメージの幅が大きいよね。なんとなく今の壁に隠しがあった気もしますが、全部見つけようとするのは大変ですね。隠しを見つける DSS とかないの？あれば最高だな。これはめっちゃ落とすな。いつも通り映像が乱れてごめんなさい。急ぐ方が危険か。囲まれちゃうからね。特に呪われたら厄介だからな。何？あらら。やっちまった。アンカースは持ってないしな。こういうろうそくの中に無限に入ってない。結果は今思えば優しかったね。無限アンカースというのはとんでもなかったな。めっちゃ逃げてる。あ、治ったか。ただ、そろそろマジでセーブが欲しい。こうやって逃げるのもリスキーですしね。囲まれる可能性があるしね。やりましたー。結構感が冴えてるな。は？おの？なんでおの？あー、さっき間違えてたよ。いつー？なんてことだ。私のクロスが。ごめん。なぜティコさんが謝るんですか？教えてあげなかったから。ああ、それでさっきしょげてたんですか？なんだ、そんなの気にしなくていいのに。気づかなかった私が悪かったんですから。だとしても。大丈夫です。またどこかでクロスを取るまで。他のサブを楽しめますしね。あのままだと本気でずっとクロスだったと思うし。まあこういうハプニングがあった方が動画的には助かります。そう言ってくれると私も助かるよ。炎もいまいちの効き目だったので、じゃあ茨はどうかなと。そもそも少し攻撃力が上がるおかげで。あ、なんか出た。黒い服だね。地味っていう割にはめっちゃ強い。しかも攻撃力が上がるね。これいいんじゃないか。素晴らしいダメージ。おお、パンサーが2発で倒せる。何気にめっちゃやってない。気づきました。とにかくここのマラソンは長かった。これも攻撃力アップだね。運が下がるのは少し痛い気もするけど、むしろ今は攻撃力を上げた方が楽なのでは。そう？時間かかってるのはそのせいでもありますし、運を犠牲にして攻撃力を上げてみますね。おお、っていうか連続だし。クマさんすら2発？ほら、だいぶ楽になった。それなら2個つけてみるのもいいかな。完全に攻撃力特化ね。
うわ。まさかのパンサー一撃。全然違うね。効率が段違いです。図鑑。はい、実はこんなのも追加されてます。これのおかげでマラソンもめっちゃ楽ですよね。まあなるべく見たことない敵のは見ないようにしますけど。やろうと思えば誰が何を持っているのか全部知れます。なんて便利なの。うわぁ。久々にこんなマラソンしましたよ。まあある意味楽しかったけど。この間にだいぶ強くなった気がします。どれだ？これか。サンダーバード、人形みたいなあれ。なーに？3、2、1、発進、的なあれ。何を言ってるの？いえ、わかる人にはわかるから大丈夫です。あ、道理で MP がガンガン減っていくわけだ。これはわからないパターン。うへぇ？まさかの肉弾戦。一丁前にコンボまで。かっこいいんだけどリーチが短いし。しかもヘリが大きすぎるな。そうだねー。実用性は疑問だけど面白い。これは消費なしでずっと出しっぱなしにできるやつ。むしろこれの方が強いかもな。ずっと当てられるならね。うわ、ボスだったのか。じゃあここを倒して終わりにしますか。倒せればね。へ。だからそういう場合じゃ。見せつけてやりましょ。では？いやだー。出してー。すぐ逃げる。だって。覚悟を決めるしかないか。ベルゼブブとか忘れ去られし者とかそういうやつ。アドラメレクだって。聞いたことない人でした。攻撃は激しいな。動けないタイプはそのパターンが多いね。そうか、骨は消せないと。これは厄介だぞ。せめてこの赤い泡みたいなのを消したいな。邪魔になってるしね。いやでも大丈夫か。そんなことなさそうだよ。よし、攻撃に使うのではなく、ここは泡を消すために DSS を使おう。これとかいいんじゃないか。なるほどね。ほら、2週間黒入らずの経緯。だから姉さんのイメージを悪くするのやめて。これ正解だな。MP も全然減らないね。コストがめっちゃいい。もう終わった。で、なかなかグロいことで。やだよし。おお、これで各地のこれが壊れたかな。そういうことか。どこかは正直覚えてないけど。確か序盤に見た気がする。ですね。手なくなってるし。まったく、何を言ってるんだこの人は。言わなくても助けますよそりゃ。かっこいい。
中？あ、指を刺してるだけか。無知の力。そういうことか。ずっと悔しかったのね。うん、そういうところだぞ。それを師匠は見抜いて、姉さんに譲ったんじゃないか。まあそうなんだろうね。残念です。さて、じゃあ今回はここで終わりましょう。また次回からもお楽しみに。ノクターン。また見てもらえたら嬉しいな、ノクターン。